こちらは福井経由発動機佐藤農具部のタコマグになりますね。タコマグ結構古いですね。これ4本ボルトだ。シリンダーヘッド4本ボルト、そして排気側の吸入バルブ、あ、違う、失礼しました、排気側の排気バルブですから、ロッカーアームが長いタイプです。キャブレターはこう斜めを向いてますね。こういう感じでね、斜めを向いているタイプのキャブレターなんですね。鋳物でね、できてましてね、重厚ですね。こういうガソリンポットの蓋なんかもね、鋳物で作られていて、とても重厚です。こうやって見てるとね、すごいな。これはね、スピーの純正のマフラーですね。ここにもスピーって書いてあります。読んであります、文字が。このプレートなんて書いてあるんだ、なんて書いてある、ちょっとごめんなさい、今は分かんないんですけど、プレートもきちんと残ってますね。スピー軽油発動機ですね。ゼンジーの箱マグだ。動輪の大きさは40センチ弱かな、40センチくらいかな。こういう感じなんですね、動きがね。この点火時期調整レバーもね、こういう形です。あ、緑色も残ってますね、こうやってね、綺麗に。石油発動機を見るときに、やっぱりこのロッカーアームの長さが長いとね、見栄えがいいんですよね、やっぱこう見た感じがね。でこれが横キャブっていう形になります。こう横キャブですとね、正面から見る姿がね、美しいんです。石油発動機もね、こういう意匠性がね、とても考えられてます。発動機運転会に来たらね、こういう部分を見ていただくといいと思います。これはスピー軽油発動機佐藤農具部の箱マグ石油発動機でした。